はい、こんにちは、ゆうびです。今回は畑があちこち離れているのは逆にメリットというお話の続きになります。それでは早速続きをどうぞ。そこ線引きがあります。それは何かっていうと、それが2つ目のチャプター、どこまで離れた畑を借りるのかの内容に入っていきますが、僕の中で線引きは2点あります。2つあります。それが、1つ目が川まで、二つ目が20分以内。はい、一つずつ見ていきます。一つ目、川まで。これどういうことかっていうと、川より向こう側の畑はもう借りないって、決めてます。借りないでおこうって決めてます。これなんでかっていうと、橋が渋滞するんですよ。もう、農家の貴重な朝の時間帯、もう通勤ラッシュなんですよね。橋がめっちゃ渋滞するんですよ。で、橋の長さっていうね、橋って言ってもいろんな大きさありますけど、長さありますけれども、ここでいう橋っていうのはね、長さが、そう、車が20台ぐらいこう連なって渋滞しちゃうみたいなね、それぐらいの長さです。なので、ちょっとその辺の小川のね、小さい橋とか、そこは関係ないです。だから、朝涼しいうちに、ひんやりしてるうちに収穫しなきゃ、急いで収穫しなきゃっていう時だったりとか、あと防除をね、急いでやらなきゃっていう時に、そういう貴重な早朝にね、渋滞に巻き込まれたらもうたまったもんじゃないんですよ。これは実際に僕、そういう苦い経験してきたんで、もう懲りちゃいまして、もうイライラしかないんで、なので絶対に川向こうまでは畑借りないでおこうって、そこで決めました。ただここまで聞くと、まあ、普通の道路だって渋滞するでしょって思われる方いらっしゃると思うんですよ。ね。でも、普通の道路の場合はこう、迂回できるんですよね。いろんなところにこう、じゃあこっち遠回りしてこう行くかみたいなね。そういったことを選択肢としてできるじゃないですか。でも、川の向こう側へ行くための迂回路って、橋しかないんですよ。で、橋がね、もう何本もあるかっていうと、そんなわけないじゃないですか。もう、隣の、今渡ってる橋のね、本当10メートル先にもう一本橋がある。さらにもう一本10メートル先に橋があるなんて、そんなことないじゃないですか。もう、どうしてもやっぱみんなね、川向こうに行くためにはそこの橋を通りたいから、みんなそこに集中しちゃって、で、渋滞しちゃうと。ね、だから橋向こう、あ、ごめんなさい、川向こうはちょっと借りないでおこうって僕はその時に強く決めました。これがどこまで離れた畑を借りるかの線引き、1つ目川までの内容でした。続いて2つ目、20分以内。これはですね、やっぱ車で20分も走れば、まあ、結構遠くまで行けますよね。僕の中では、まあ、これぐらいがちょうど限度かなって思ってます。昔ですね、やっぱ収納した時に、いろんな方と、お会いして、話聞いて。で、その中でですね、山梨の勝沼っていう地域、ここブドウの産地で、で、なおかつワイナリーがめちゃくちゃ多いんですよ。で、ワイナリーで働いてる方、農作業でね、農作業で働いている方とお話しした時に、そこのワイナリーは遠くに圃場があると。で、どれぐらいかかるんですかって言ったら、まあ、車でやっぱ45分って言ってたんですね。で、45分で、しかも朝の時間帯にね、まず勝沼っていうそこの会社のところで、ワイナリーのところで朝礼して、で、そこから45分かけて行くわけですよ。で、朝渋滞したりとかしてね、行ってようやく着いて、で、そこで山の斜面のところでワイン用の品種のブドウ管理して、で、5時までに帰ってくるだったかな、45分かけて帰ってくるみたいな感じ。まあ、結構大変だなってその時ちょっと思っちゃったんですよね。で、急遽そこの畑に行きたいね、あ、天気が怪しいから急いでこの作業やっとかないと、雨が降る前にやっとかないとっていう時に、45分とか離れてたらちょっとね、急いでっていう感じじゃないじゃないですか。で、ちょっと様子見たいだったりとかね、そういった場合にも45分離れてたらちょっとどころじゃないですよね。畑の様子ちょっと見に行けないみたいなね、確認できないみたいな。だから、そこまではちょっときついなーって正直思いました。ただ逆に言うと、もうそこの地域にね、ある程度畑がまとまってる、枚数があって、
例えばどれくらいかっていうと、一軒の農家さんが、やれるぐらいの面積、畑の面積っていうのがそこにあるんであれば、まあ、一日中ね、そこで農作業したりとか、で、なんだろう、そのワイナリーさんはね、朝礼でそこって言ってましたけど、もう直でそこでいいじゃないですか。ね、そういう格好でなんか働けるような風にしたら、ね、なんかそこで専属で働くっていう風になれば、なんかいい感じに、なんか確認もできるし、ね、本当それこそ任せるっていう人にお願いするみたいな、そういった話にはちょっとなってきちゃいますけれどもね。で、僕の中では20分以内、これぐらいだったら結構とっさの対応だったりとか、それでもなんかうまくできてるなって、いけてるなっていう、そういう肌感覚があるんで、20分以内っていうのをちょっと僕の中では、線引きしてます。はい、これがどこまで離れた畑を借りるかの線引き、2つ目、20分以内の内容でした。で、これが2つ目のチャプターのこのどこまで離れた畑を借りるかの内容でしたね。はい、まとめますと、どこまで畑、まとめますと、すみません、どこまで離れた畑を借りるか、僕の線引きは2点あります。それが、1つ目が川まで、で、2つ目が20分以内です。ただ、ここまで聞いて、やっぱ、せがれさん、親元収納された方は、いやいや、やっぱ断然近くに畑がある方がいいって、楽だって、効率的だってって思われるかもしれないんですけれども、まあ確かにね、そうなんですよね。やっぱ、近くにあった方が確かに作業も楽だし、さっとね、畑の様子も見れるし、で、じゃあそういう自然災害のリスクとか、なんかそういう分散ね、これまで僕が伝えたそのメリットはどうなるのって思うかもしれないんですけれども、まあそこはもうその時はもうその時だみたいなね、もうある程度ちょっとそこは必要かなと思いますけれども、やっぱさっとね、朝起きてすぐその畑に行けるっていうメリットもやっぱあるわけですよ、まとまってると。なので、まあ今回畑があちこち離れてるのは逆にメリットって話なんですけれども、でもやっぱ自分ね、近くにまとめたいっていうね、そういった方もいらっしゃると思うんですよ。近くにまとめて畑やりたいっていう方も。で、新規就農者さんにとってみたら、そんないい条件でまとまって手に入れるなんてね、なかなかこう難しかったりするわけですよね。そんな就農者の中にはですね、実は運よくまとまって畑手に入れてる方だもういらっしゃるんですよ。で、それはどういう場合かっていうと、どういう場合畑がまとまって手に入るかっていうと、これが次の3つ目のチャプター、就農者が畑をまとめて手に入れるにはっていう内容に入っていくんですけれども、はい、今回はここまでにして続きは明日配信したいと思います。通知が届くようにですね、ベルマークの通知ボタンをオンにしておいてください。またポッドキャスト音声の方では、今回の内容すべてまとめて聞くことができます。一気に聞いた方が理解が深まるという方は概要欄にリンクがありますので、そちらからぜひどうぞ。それではまた明日お会いしましょう。終わります。